さんごきげんよう、シライムです。さあ、今日はですね、なんとゲストにこの方に来ていただいております。はい、希望郷岩手文化大使、浅沼慎太郎です。え、そうなの？そうなんすか？文化大使です。文化大使ずっとしゃっくりしてる。大丈夫です、うん、よくこれでゴーサイン出してね。はい、はい、ということで浅沼さんに来ていただきました。今日はね、宣伝させていただきたくて、無理やり白井君に出せと。以前ね、リモートで浅井さんとお二人出ていただいた時に、浅沼さんがまた次白井チャンネルに呼んでもらえる権利みたいなのをゲットして、はい、そう、だからちょいちょいでも、あのね、LINE とかの、うん、次いつ呼んでくれんのってね、おっしゃってくれてて、はい、あので、今回そう、今回宣伝をするために、はい、その権利を使うという。何ですか？はい、大阪でですね、大阪で6月の30日から7月の2日まで、うん、今会いに行きますというね、あの有名な恋愛小説を原作にした舞台に出演させていただきます。はい、わ、主演だ。大阪でしかやらない、3日間5ステージしかやらないので、ね、もし西のにお住まいの方、それからそのタイミングでちょうど大阪とか行くよっていう方があったら、ぜひ足運んでいただきたいなと思います。よし、今ね、うん、もうそろそろですね、多分きっとタイミング的には、はい、やってるかもしれない。今日の仕事はもう終わったら、終わってない、いやそうなんですか？宣伝が終わったらもう、ぜひお願いします、ね、はい、概要欄にも書いておきます。あ、ありがとうございます、はい、嬉しい。さあ、今日はじゃあ、はい、翔くん何を、はい、何をするんですか？今日はですね、はい、視聴者から偏見を募集して答えてみたという企画をやりたいと思いまして、偏見募集しましたよ。 YouTube のコミュニティの方で視聴者の皆さんに、はい、浅沼さんと白井さんに対する偏見を募集してまいりましたので、果たしてそれが合っているのかどうかお答えいただけたらなと思います、うん、まあでもありがたいですね、そういう風に見られてんだみたいなのを知る機会もある。まあ、パブリックイメージといいますかね。そうですね、うん、でもボロクソも言われてるかもしれないです、もしかしたら。いやだな、何しちゃったの？いや、わかんないですけれども、でこちらにそのまとめた、はい、あの書類がありますね。じゃあお互いのやつを読んでいきましょうかね。なるほど、はい、じゃあ、うん、あ、じゃあちょっと浅沼さんいいですか、の方から一個ずつ。白井君の偏見、はい、サーティワンアイスは必ずワッフルコーン頼んでそう。合ってるかな。イエス、イエスですね。イエスか、うん、まあお店に行った時はコーンで頼みます。あ、なんかもう差し入れとかそういう時はカップだけど、うん、差し入れすましないですけどね、あのしろよウーバーで頼む時とか。ウーバーでサーティワン、いやーサーティワンあるんですよ。ええー、あれも強制的にカップですから。あ、そうかそうか、そうね、ちょっとでかい、ま、ちょっとでかいやつにした。確かにチョコミントです。合ってた、必ずチョコミント。そうなんだね、バスキンロビンス。緑だから。緑だからではないです。ではない、好き好きなんだけどじゃあ続きまして、はい、浅沼さんに対する偏見ですね。なんだろう。まず一つ目、はい、全身脱毛してそうどういうイメージですか？イエスかノーで。ノーです。あ、ツルツルそうってことなんですか？だからもともとヒゲとか生えないんですよ。え、そうなんですか？なんか2、3日ほっといても大丈夫なんです。すごっ。でも別にこれ何もしてないんですけど。え、腕も生えてるでしょ。いや、ほぼ生えてないですよ。いや、薄いんですよね。羨ましい。ナチュラル全身脱毛、はい、でも脱毛じゃないか。そう元から生えない。あんま生えないですね。いいですね、珍しい。続きまして、はい、シャイ君は、うん、胎児の時の記憶ありそうイエスかノーか。ノーですよあるわけないでしょ、胎児の時の記憶わかんないじゃん。でも、いや、いますそんな人。うっすら、うん、お母さんのお腹の中にいた時にこういうなんか感じがしたみたいなことを言う。あ、ちっちゃい子もいる。なんかその多分ちっちゃい子の時はなんか覚えてる子たちはいるかもしれないですけど、徐々に薄れていくみたいな。まあそうだよね、聞きますよね。うん、それを今でも覚えてるみたいな。子供ってイメージなんじゃない？子供は子供ですけど、精神年齢16歳で止まってるらしいですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そして、あ、続きまして、浅沼さんへの偏見ですね、はい、リモコンやタオルが定位置に揃っていないと嫌そう。ノーです。ああ、そうなんですね。僕、うん、割とリモコンあれどこ行ったっていうタイプです。ああ、とっちらかってるわけではない。とっちらかってるね。あ、とっちらかってるんです。
ね。本とか資料とかそういうの。なんかの食べ残しとかそういうのはないけど。ああ、へえ。あ、じゃあ清潔は清潔。でも散らかってるね。なるほど。てな感じ。続きまして、はい、平井くんへの偏見。はい。街中の鏡や反射したガラスに自分の姿が映るたび、めちゃくちゃ髪型直してそう。いやいや、ノーです、ノーです。おう。そんな髪型は確かに気になるけど、大体僕外出るとき帽子をかぶってることが多い。ああ、そうか。俺もそうだな。なんか俺のイメージは割と無頓着。ああ、無頓着は無頓着ですね。はい。これ送ってくれた人はちょっとこうナルシストっぽく思ってるかな。あ、そっちじゃなくて、僕がハゲを気にしてるっていうのを。はあ。分かってるからみんな。あ、そういうこと。そうそう、そういうことだと思うんですよ。はあ。でも白井くん大丈夫だと思います。いやいやいや、ご安心ください。こんなことないですよ。はい、続きまして浅沼さんへの影響ですね、はい、ふと行きたくなったら深夜でもサウナに行ってそう。イエス。早い。はい。深夜で。そうですね。何時ぐらいとかですか。結構サウナってみんななんかすごい特別なイメージあるかもしれないですけど、お風呂だと思えば。あ、まあ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 、お風呂って何時に入ってもいいじゃん。週に 3,4 回行くとやっぱ必然的に。週に 3,4 回のサウナ行くんですか。少ない方じゃないそれ多分。サウナーとして場所を変えて普通に。うわ、本当だ。サウナティーだ。白井くん、はい。田舎の古い誰も買ってなさそうな自販機でしか聞いたことないメーカーのジュース好きそう。どういうことこれ。ノーです。どういうこと。100とか90。あ、ありますね、ありますね、うん、これ採算取れてんの自販機みたいなの。うん、中にはね、たまにありますけど。ああいうのが好きそうってことかな。ちょっとよくわかんないですね。僕今ちょっとあのサントリーの優しい麦茶しか飲んだことないんで。と、続きましてですね、浅沼さんへの偏見ですね、うん、本棚は自分ルール、かっこ作家順とか出版社順とかで綺麗に並べてそう。ノーです。あ、やっぱり几帳面イメージなんですか。イメージですね。映画とかはこういう引き出しの中にこう入れてるんですけど、うん、それの方が揃えちゃうかもしれない。 何順で揃えるんですか。これはお笑い系、あ、コメディ系。あ、はいはい、こっちはもう好きなアクション映画とか系とか、うん、あんまりそんな細かくはやってないけど、なんかなんとなくそういうのはあるけど、本とかを積んじゃったりするね。ああ、そうなんすね。おー、そういうイメージなかったですね。北井くん、はい。歯磨きの後もコーラでうがいしてそう。ノーだよ。さすがにですよ。もう一個行こうかな。スマホの待ち受けを家族の写真か、うん、コーラや趣味の写真にしてそう。ノーです。マジで。うわー、何もいじってないぞ。本当だ。最初のやつだ。最初のやつ。ああ、あ。お、どうしました。まさしくありました。ん？スマホの待ち受け、シンプルな画面か初期設定のままにしてそう。ノーです。じゃあこれだ、僕のこっちでしたね。まあただ使いこなせてないのは確かです。そんな白井くんは、はい、LINE の返信めちゃくちゃ早そう。ノー。ノー&ノーです。もうドノーです。ドノーです。浅沼さんもまあね、あの感じてると思いますけど、はい、めちゃくちゃ遅いんですよ。なんかグループ LINE とか、うん、ね、まあ、同じ作品とかで同じグループに入ってたりとかするんですけど、返さない時すらあるのね。なんか乗り遅れちゃう時あるんですよね、なんかその流れに。でも、うん、なんだろう、特に白井目みたいな感じにはなってない。白井くんはそういうもんだっていう。あ、大丈夫ですか。待ってます。返すようにはします。はい、じゃあスタンプを返せばいいんだ。そうよ、そうよ。そう、スタンプ返せばいいんだ、うん、白井くんスタンプとかないんですか。いや、僕スタンプないんですよ。作っちゃいなよ。作っちゃいますかね。最近はもうてんてんてんっていう。結局無言みたい。続きましてですね、浅沼さんへの偏見ですね、うん、家計簿的なものでお金の支出しっかり管理してそう。あ、ノーですね。あ、ここもでもやっぱ几帳面というイメージは。
まり明細とかもあんま見てないから、自分の仕事のさ明細とか見る？一応パッとは見ます。ただ一個一個細かくは見ないですね。なんか普段お買い物するときとか食費とかもあんまり気にしてない。よくないけどね、本当はね、まあ、よくないけどあんまり気にしてないかもしれないな。服とかもなんか値段ですけど、そんなセレブな感じしないですけど、さすがに値段見てない。はい、はい、映画鑑賞に行っても特に感想なさそう。いや、どうですよ、ひどいな。いやいやいや、さすがに感じるよ、人の心を持ってるから。人に興味ないけど、人に興味ないけど、ちゃんと気持ちはある、感情はある。本当この感情移入して泣いたりとかするんですか？俺結構泣きます。あれマジで泣きます、泣きます。最近なんかこの作品で泣いたみたいなのはあります？あー、作品で泣いたか。作品で泣いたはないな。何回結構僕は白井くんおすすめの泣ける映画いやー、おすすめの泣ける映画、これで白井くんは泣きましたよっていうの。いや、難しいな。さあ、続きましてですね、浅沼さんの偏見、オフの日朝からお酒飲んでそう。どういうイメージなの？ノーです。あ、ノー。オフの日朝からお酒飲んでそうなのは並川大輔か柿原哲也です。あー、飲んでそうね、飲んでそう。うん、そんなに俺お酒飲みそうですか？なんかあんまり僕もそんなにお酒ってイメージないですけどね。強くもないし、なんかたしなむっていう感じ、どっちかっていうイメージ的にたしなんでそんな量とかもないし、うん、僕お酒飲めるようになったの結構遅かった。あ、そうなんですね。40ぐらいですか？そうそうそう。本当に、うん、つい最近じゃないですか？ボケで言ったら当たっちゃった。ボケで言ったら当たっちゃった。本当にお酒強そうな人のイメージあるじゃないですか、はい、うん、安本さんとか。ああ、はいはいはい、お酒強そうじゃない？強そう強そう、好きですしね、うん、木村良平ちゃんとか。ああ、はいはいはい、うん、ね、だけど僕は弱いので、そんな朝からなんて絶対飲めないです。いや、最後のやつですね、はい、ベッドの中で丸まった姿勢で寝てそう。なんで寂しそうってこと？どういうことなんだろう。ノーです。あれじゃないですか、体重姿勢って47ぞ。わしゃ47ぞ。ベッドがリモコンでウィーンって動くやつなんですよ。すごい、病院とかにあるやつ。そう、でも、まあ、介護とか言わない。違う。だから横から見るとこんな形のベッド、こっち頭、谷になってるんだ。こういう形に僕まあ書き物をする人は誰しもあると思うんですけど、なるほど、結構腰が弱かったりするので、こういうベッドなんですよ。だから何だったら寝返りも打てないんですよ。だから時折こうやったりとかもするけど、でもやっぱ上向きになってるのが一番楽なあれになってるんで、丸まれない。なるほど。どんな風に寝てる？僕は割と仰向けです。普通に俺らの知り合いの中で一番寝相悪そうな人、せーので言うとね、寝相悪そうな人いきますか。せーの、五十嵐バサシ。あ、バサシね、寝相悪そうですけどなんかあんまり害はなさそうっていうか、あ、むにゃむにゃってそうなイメージなんですね。なんか寝言とか結構言ってそうなイメージなんですね。寝言で笑いそうだよね。寝笑いそうですね、うん、あ、でもスバルか、なるほどね。スバルくんはなんかちょっとすごいいびきもすごいそうそうだなっていう勝手なイメージ。結局最後はお互いここにいない人の偏見を言って終わるんですよ。わーみたいな。でも結構他にもわーっていっぱい切ったんだよね。あ、そうです、そうです、たくさんの中から今回厳選させていただきましたんで、やっぱなんか、なんとなくこういろんなことが興味なさそうって思われてるんだね。あ、僕はもう発信してますから。そうじゃん、はい、俺は几帳面そうって思われてる。そうです、全然そんなことないですよ。だらしないってことだよ、浅沼さんは。ちょっと言い方が言い方
気をつけろ。せだらしなくはない、几帳面ではない、そうですね、ということで、はい、はい、じゃあ今日はね、ありがとうございました。ありがとうございました。来ていただきまして、ぜひあのね、こちらね、はい、大阪のよろしくお願いします、舞台見に来れる方は見に行ってください。はい、しばらく行きます、行けたら行きます。